2020年6月14日、インドのボリウッド俳優スシャントシン・ラージプートは、ムンバイ・ワンドラの自宅で首を吊った状態で発見され、死亡が確認された。検視の結果、死因は首を吊ったことによる窒息死と結論付けられた。スシャントの死後、彼の死をめぐる複数の憶測が流れたことで警察が、捜査を始める事態に発展した。スシャントシン・ラージプートとアンキター・ローカンデー。 二人は2010年から2016年にかけて交際関係にあった。スシャントは死の一週間前にディシャサリアン自分を取り上げたニュース記事精神疾患に関する情報の情報を頻繁に Google ググで検索していた。6月13日自宅で夕食を食べ終えたスシャントは寝室に戻った。同月14日午前2時頃、スシャントは恋人リアチャクラボルティと 俳優仲間マヘイシュシェッティに電話をかけたが、二人とも電話には出なかった。彼は、早朝に起床し、統合失調症、双極性障害、痛みを感じない死に方の情報を Google で検索した。彼は、友人二人と同居しており、午前九時頃に姉妹の一人と電話で会話し、一時間後にジュースと錠剤と飲んだ。午前十一時三十分頃に、 コックと友人一人がスシャントの部屋のドアをノックして食事のメニューを確認したが返答はなかった。その後、二人は鍵業者を呼んでドアを開けて天井ファンで首を吊った状態のスシャントを発見し、スシャントの姉妹と警察に連絡した。警察の現場検証によると遺書の類は発見されなかった。インディアンエクスプレスは警察の話として スシャントは深刻な鬱病に悩まされ、精神科医に相談していたと報じた。タイムズナウは、スシャントの自宅から医学書と抗鬱薬が発見されたと報じている。6月15日、スシャントの遺体は、バイルパールにあるパワンハンスカ相場で仮装された。葬儀には、ボリウッドやテレビ業界で信仰のあったクリティサノン、シュラッターカプール、バルーン、シャルマ、ビベーク、オベロイ、 アビシエイクカプール、プラギア・ヤーダブ、ラージクマール・ラーオ、ムケイシュ・チャブラ、クリストル、デ・ソーザ、ディネー・シュビジャン、ラン・ビール・ショーリー、ジャッキー・バーグナーニー、ウリット・ナラヤンが参列したほか、政治家のサンジャイ・ニルパムも参列している。リア・チャクラ・ボルティも参列する予定だったが、業界の友人から、彼の家族が参列を望んでいないとアドバイスされ、参列を見送ったという。ムンバイシュ警察は、 捜査を開始し、スシャントの死は自殺として扱われた。3人の医師が検視を行い、バンドラ警察署が報告書を提出した。これを受け、6月22日に、ムンバイ市警察副委員長は、スシャントの現時点での死因を首を吊ったことによる窒息死と発表した。同月25日に最終報告書が提出され、死因は窒息死であり、 自殺の明らかなケースと報告された。また、医師たちは死亡時刻を検視が行われた6月14日午後11時30分の10から12時間前と報告した。最終報告書では、事件性はないとの結論が出されている。同月27日に、ムンバイ市警察が最終報告書を受け取り、スシャントの死に、事件性はなく自殺であるという公式見解が発表された。 スシャントが死の直前にマネージャーのディシャサリアンの死について検索していたことについてムンバイ氏警察はマネージャーの死に彼が関係しているという憶測が流れておりそれが報道されることを危惧していたと語っている彼女はスシャントが死ぬ5日前にマンションの14階から転落死しており両者の死亡事故には関連性がないと報告されている8月3日には ムンバイ市警察委員長のパラムビルシンが、二人の死は関連性のない偶然の死亡事故であると発表した。また、精神科医3人と心理療法士1人の証言により、スシャントが彼らに相談して、投薬治療を受けていたことが明らかになった。このほか、スシャントは当初バスローブの帯で首を吊ろうとしたが、帯が体重に耐えられず自殺に一度失敗していることが判明した。 その後、彼は、緑色のクルタを使用したが、首を吊った際に暴れた形跡は発見されなかった。スシャントシンラージプートリア・チャクラボルティ七7月16日、ヒンドースタンタイムズは、スシャントの死に関連して、陰謀論を信じる人々が、オンライン上で、中央捜査局の捜査開始を求めていると報じた。女優のリア・チャクラボルティは、 ソーシャルメディア上で、スシャントと交際していたことを告白し、インド内務大臣アミットシャーに最高捜査機関である、中央捜査局による真相解明を求め、スシャントの母方のおじは、老いが殺害されたと主張して、捜査を要求している。また、元閣僚のスブラマニアンスワーミもイ,インド首相、ナレンドラモディアテに捜査を求める書簡を送り、7月25日に首相府に承認された。 ボリウッド俳優のシェイカルスマンはジャスティス・ファースー・シャン・フォレムのハッシュタグを使い中央捜査局の捜査を求める運動を始めた。しかし、スシャントの家族がこの運動に消極的だったため彼は運動から離脱している。一方、7月17日にマハーラ・アシュトラ州内務大臣アニール・デイシュムクはムンバイ市警察は十分な捜査能力を有しているとコメントして 中央捜査局による捜査の必要性を否定したものの、同月22日にはツイッターで、キャンドル 4SSR のハッシュタグを使ったツイートが200万件を超え、中央捜査局の捜査を求める騒ぎが起きた。同月29日に、デイシムクは、再度中央捜査局に捜査を要請しない考えを示した。7月25日、スシャントの父系軽心は、 リアチャクラボルティと彼女の親族6人が息子の自殺に関与したとして住居地のビハール州パトナ警察に犯罪被害報告書に関する調査を開始した。複数のメディアによるとスシャントは自殺する前日に自宅でパーティーを開いていたとされるが、これはウンバイ市警察とビハール州警察の捜査に協力したスシャントの自宅のヘルパーの証言によって否定された。8月3日、 パラムビルシンは、シャントの口座に不審な送金の形跡は見られず、彼の資産がリアの口座に送金された事実はないと発表した。翌4日に、ムンバイ市警察は、グラントソントンインターナショナルを金融捜査監査人に任命した。同月5日、インド法務次長のトゥシャールメータは、ビハール州政府による捜査請求をインド最高裁判所が承認したことを発表した。 これにより中央捜査局がスシャントの死に関する捜査を開始することになり、同月6日に中央捜査局がパトナ警察から FIR を受け取り、正式に捜査を引き継いだ。これに対し、同月8日にマハーラーシュトラ州政府はインド最高裁判所の決定に対して不快感を表明した。8月19日、インド最高裁判所は、 中央捜査局が捜査を統括することを認め、同局がスシャント関連の捜査を行うように命令を出した。同月21日、中央捜査局から捜査協力を依頼された全員の以下、大学ニューデリー校の法医学部長スディール・グプタは、プレストラストの取材に対し、我々は殺人の可能性について調査するでしょう。考えうるべての可能性について徹底的な調査が、 行われますと語っている。8月26日、麻薬取締局は、リアと彼女の2位小育と、他3人に関する捜査を開始した。金融捜査の後、スシャントとリアの間に、薬物の存在があったことが判明したため、中央捜査局は、麻薬取締局に対して、捜査に合流するように要請し、厚生新薬及び、大麻取締部門が合流した。 リアの弁護士は、中央捜査局の捜査に対し、リアはこれまでの人生で薬物を使用したことは一度も、ありません。彼女はいつでも、血液検査を受ける準備ができていますと声明を、発表した。同月27日に、インド人民党書記長のムラリダルラオは、シャントの死に関連する捜査範囲が拡大している、ことから、国家調査局が捜査を担当する。 可能性について言及した。9月4日に麻薬取締局は、小育とスシャントのハウスマネージャーを逮捕、起訴した。同月8日には、リアも薬物を購入した容疑で逮捕された。10月3日に、スディールグプタは、スシャントの死は自殺の事例であり、殺人の可能性は完全に除外されたと発表した。彼は理由について、遺体には、 首吊りの際に生じた傷しかなく、遺体や衣服には争った形跡は発見されなかったと語っている。同月5日には、アジアンニュースインターナショナルが全員インド以下、大学ニューデリー校の医療チームが、ラージュプートの死因が自殺であり、殺人の可能性は除外されたとする報告書を提出したことを報じた。同月6日に、ムンバイ地方裁判所は、リアの交流期限を、 同月20日まで延長したが、翌7日に、ボンベイ高等裁判所は彼女に、犯罪歴がなく、保釈中に犯罪を犯す、可能性が低いことや、スシャントへの薬物供与を主張する、麻薬取締局の意見を否定して、保釈を認めた。彼女の保釈に対し、交際判事のサラングコトワルは、彼女が入手したとされる薬物を金銭的、または、 その他の利益を目的として供与したことはないとコメントしている。一方、中央捜査局は同月15日にラージュプートの死についての捜査は継続しています。中央捜査局が事件に関する結論を出したという憶測がメディアで流れているが、こうした報道は憶測であり、誤報だということを繰り返しておきますと声明を発表している。 2021年3月5日には麻薬取締局がチャクラボルティ兄弟を含む33人の告発状をムンバイ特別裁判所に提出した。スシャントの死はインド社会に予期せぬ衝撃を与えメンタルヘルスに関する議論が活発化した。また彼の死に対して複数の政治指導者や俳優から弔意が表明された。インド首相ナレンドラモディはツイッターで 輝ける若い俳優があまりにも早く去ってしまったとコメントし、元クリケット選手のサチン・テンドル・カールや、クリケットインド代表のビラット・コーリもツイッターで、超意を表明した。スシャントの姉妹の一人のシューエタ・シン・キールティは、SSR のためのツイートをキャンペーンを提案し、8月15日午前10時に、スシャントのために祈ってほしいと呼びかけた。この呼びかけには、 スシャントの家族やファンの他に、クリティサノンやアンキターローカンデー、エクター・カプールが参加した。6月15日に、マハーラ・アシュトラ州サイバー警察は、インターネット上に流れているスシャントの写真の一部が、不穏で、悪趣味であるとして、ソーシャルメディアにこうした写真を投稿した場合は、法的措置を取ると警告した。7月31日時点で、スシャントのファン3人が、 彼の自殺方法を模倣して後追い自殺したと報じられている。また、リアチャクラボルティがスシャントの死に関与しているという憶測が流れたことで彼女を求断するボージュプリー語の歌が故郷ビハール州で流行した。スシャントシンラージプーとスシャントの死はボリウッドにおける縁故主義に対する批判を巻き起こした。インド国民会議のサンジャイ・ニルパムーはスシャントがきっと また、エルの成功後に7本の映画の出演契約を結んだが、6ヶ月以内にすべて白紙撤回されていたと指摘している。この噂に関連して弁護士のスディール・クマール王者は、カラン・ジョー・ハル、サンジャイ・ジー・ラ・バンサーリー、サルマン・カーン、エクター・カプールなど8人が、縁故主義によりスシャンとの映画出演の機会を奪い、自殺に追い込んだとして、パトナ高等裁判所に告発状を提出したが、 7月8日に告発は却下されている。その後、カランジョー・ハルト・アーリー・アーバットはテレビ番組でスシャントを侮辱していたとしてインターネット上で批判を浴びた。その後、カンガナー・ラーナーアウトと彼女の映画制作チームはボリウッドの援護主義を批判するキャンペーンを始めた。彼女はリパブリック TV のアルナブ・ゴースワミとのインタビューの 中で、スシャントの死は、映画マフィアの責任と主張している。また、ダルマプロダクションやヤシュラージフィルムズなどの大手、映画制作会社がスシャントの成功を阻害し、映画評論家のラジーブ・マザンドが、映画批評の中で、意図的にスシャントを抽象していたとも主張している。シミガレワルや、AR ・ラフマーンもボリウッドの集団主義について、語っており、カディル・カーンが経験した、 集団主義について語っているビデオメッセージがソーシャルメディア上で注目を集めた。こうした中、8月12日に YouTube で公開されたサタック2の予告編は、シャントのファンによる集団投票が行われた結果、公開24時間で最も多くの否定票がついた予告動画となった。これは、同作の監督がマヘイシ兵バッとヒロイン役が 娘のアーリアーバットという縁故主義的な映画であることアーリアーバットがテレビ番組でツシャントを侮辱するような発言をしたという噂に基づいた騒ぎだった。ありがとうございます。